はい、こんにちは。物欲ナガジンモンモンだよです。今回はユニクロと GU の商品ご紹介していきたいと思います。私全然ファッション系 YouTuber でも何でもなくて、普通のサラリーマン、本当放満房でサラリーマンですけれども、本当にねサラリーマンとってそんなに、ね、ファッションねめちゃめちゃこだわってはないんですよね。本当に、簡単にね着れればいいっていう感じのタイプの人間ですので、最近流行りというか YouTube の中でもファッション系 YouTuber の方々っていらっしゃいますよね。特に MB さんをはじめとした、安価なユニクロであったり GU の商品を主体としてね紹介していただいている、ああいったファッション系 YouTuber の有識者の方々、MB さんとかまとめさんとか、まあユニクロ系って限らず喫茶ハワイさんとか、あと拓蔵さんとかですね、かなり多くの YouTube のファッション YouTuber と言われる、ね、方々が、最近多く出てきています。そして私も結構見ているんですけれども、本当ファッションに疎いサラリーマンにとってはああいう有識者の方々が、ね、紹介する商品っていうのは非常に、ね、役に立っております。パソコンとかイヤホンとかね、自分の得意なジャンルの商品っていうのはね、いいものだろうっていうのがねパッとわかるんですけれども、やっぱりファッションっていうのはねなかなか見極めが難しいということもありまして、有識者の方々のレビューを非常にね参考にさせていただいております。そんなことで結構ユニクロ GU 系っていうのはバンバンね私着ているんですけれども、最近購入して着用している、そしてまだね勝手に着てないものもあるので、一気にね紹介していきたいと思います。いずれもね GU ユニクロで購入した商品です。あと着用系 YouTuber でいうとマカマカさんにハマっておりまして、非常にファッション系の YouTuber っていうのもね面白いなというふうに感じております。ではね簡単ですけど順番に紹介していきたいと思います。まず定番、ド定番ですね。まずね私が着用しているこのロング T シャツです。もうこれはね超有名の鉄板商品ですね。これをねユニクロ U といって、ユニクロ U はユニクロとクリフトフルメールという、まあ、エルメスの元デザイナーがコラボした、デザインのね商品ですね。もう MB さんのチャンネル見ればそのあたりの背景だったり凄さっていうのは一発でわかると思いますので、まあ、そちらをご覧ください。これユニクロ U のクルーネック T シャツの長袖です。色はねもう見てお分かりの通りホワイトになります。サイズはほぼね私ね L サイズばっか購入してますので、ちなみに私172センチのフォーマンボデルになってまして最近のねオーバーサイズの流れだと体のシルエットが隠れるので非常にねデブには嬉しい限りなんですけれども、タイトな流れがやってくるとねちょっと厳しい感じありますけれども、これ綿 100% のクルーネック T シャツで、リブの部分は 79% 綿の 21% ポリエステルですね。こんな感じのクルーネック T シャツで、何がいいかというとめちゃくちゃ生地がしっかりしてます。これ1990円なんですけれども、安価な T シャツだとペラペラでね、まあ、特にね男性の方だとこのね乳首がね薄いとね見えちゃうんですけど、このクルーネック T シャツは非常に丈夫で生地も厚くてね、毎日洗濯しても全然ガンガン着れるというね、もうかなり鉄板商品というか最高にいい商品です。やっぱりユニクロは日々使うということをね非常に開発の時も意識されているようで、まあ、洗濯してね傷まないかっていうようなところ結構ね気を使って作られているようです。デザインも非常にシンプルでね、こんな感じでちょっとゆったりした感じ、オーバーサイズ気味ではあるんですけれども、とってもね着心地が良くて、バンバン毎日着ている商品です。クルーネック T シャツ。そしてそれの色違い、オレンジも結構着てます。これじゃないな、こっちですね。やっぱね色味っていうのはなかなかウェブで分かりにくい点もあるので、実際店頭とかで 見てね見るのがいいと思うんですけれども、こんな感じ。このオレンジっていうのもなかなか明るい色で気に入っております。ちょっとオレンジも着てみましょうか。でオレンジ着てみた感じこんな感じです。なかなかね色合いいいですね。派手派手すぎず本当に落ち着いた感じのオレンジですので、全然普段着れると思います。そしてこのオレンジはもうガンガンね洗濯しまくって着ているんですけれども、ちょっと見にくいでしょうね。全然毛羽立ちとか痛みもなく、洗濯してもほとんどねよれたりすることなく着れてますので、なかなかこのユニクロ U のクルーネック T シャツはおすすめできる商品ですね。ではどんどんいきましょう。
続いてこちらです。こちらジャケットですね。ユニクロ U のテーラードジャケット。ほんとね、ユニクロは昔と比べてほんとイメージとか品質がね、良くなってまして、こういった仕事できるようなかっちりとしたスーツではないんですけども、ほんと最近はね、クールビズとか、結構カジュアルめな格好でも世の中の風潮良くなってますので、ほんと私はもうこういった簡単にジャケット着たりね、後で紹介するカーディガンとか着るぐらいで仕事してるんですけれども、こちらはね、ユニクロ U のテーラーズジャケットです。セットアップ可能で、スラックスも一緒に売ってるんですけれども、私はこのネイビーかな、これも L サイズネイビー購入してこれも着ております。まあ今クルーネック T シャツの上に着ましたけれども、白のクルーネック T シャツに合わせてこうやってね着ても仕事だけじゃなくて普段着にも全然使えるようなジャケットになっています。結構ねゆったりした感じでパツパツ感はそんなにないので、本当にフォーマンボディには嬉しい限りですね。このように中にワイシャツ等を着ると少しねカチッとしためな感じになりますし、このようにラフにクルネック T シャツ等の T シャツを着ると、まあ、ちょっと襟があるので若干はカチッとした、まあ、ドレスライクにはなるんですけれども、普段ジャケットをこのように羽織るだけでね少しラフ感カジュアル感っていうのが取れるんじゃないかなというふうに思います。もう一つリネンを使ったジャケットもあるんですけれども、まああれよりね私このテーラードの方が実際見てみて好きでしたのでテーラードジャケットを購入しています。本当にユニクロもスーツ含めテーラードジャケットかなり多くのラインナップで出てますので、非常に迷うところではありますよね。ですので実際は店頭で見に行くのとともに、やはりネットであったり YouTube の検索っていうのは非常に役に立っております。本当デザインもシンプルで綺麗めに出来上がっているかなというふうに思います。ちなみにこれ素材は 100% ポリエステルなんですけれども、そんなにねテカテカせずに本当風合いもいい感じでこれは重宝しております。ユニクロのラインナップにでもこういったジャケットあるんですけれども、ユニクロ U のテーラードジャケット、まあ、ちょっとねもう売ってるかどうかは分かんないんですけれども、やっぱりおすすめ定番商品だけあってね買ってよかった商品かなというふうに思います。ということでユニクロ U のテーラードジャケットです。では続いて紹介していきましょう。これもめっちゃ使ってます、めっちゃ着てます。普通にね仕事行く時にも、大活躍している商品です。これはでも普通にユニクロのカーディガンです。エアリズム UV カットカーディガンというカーディガンのネイビーと、ダークグリーンです。この2色ですね。これもね、MB さんが紹介されていて、非常に大人気で、今値下がりして990円とネットではなってるんですけども、もうね、全色売り切れ状態の商品です。まあ、エアリズムの下着非常に有名ですけれども、あんなペラペラのね、薄い速乾性ある素材なのって思うかもしれませんけれども、いや、普通にね、結構ツヤ感がそこそこあるカーディガンでね、安っぽさは感じないということと、あとは速乾性もありますので、本当にラフに着れて、なおかつヨレヨレな感じがしないので、これはね、日常使いに素晴らしいカーディガンだと思います。これ家で洗濯もね、できますので、人気もね、うなずける商品かなと思います。非常にこういったリブの部分もストンとね、落ちる感じで、変にゴム感がね、ないので、まあ、フォーマンボディの人でもね、このウエストの部分で縮まることなく、普通にストンと落ちる感じなのでシルエットも、ね、綺麗に見えるかなというふうに思います。着用するとこんな感じです。中にはユニクロ U のクルーネック T シャツのロングタイプ着ております。その上からこのようにねラフに羽織っても、まあ、普段カジュアルにも全然向いてます。まさにこれから春夏のね、ちょっとした時の上着にもいいんじゃないかなというふうに思います。汗をかいてもなかなかね脇汗のじみしみとかね目立ちにくいですし、エアリズムということで非常に乾燥速乾性もいいのですごい使いやすいカーディガンかなというふうに思います。まあ、UV カットということで UV もカットしてくれるようなんですけれども、まあそのあたりはねどこまで効果があるっていう感じかなと思います。こんな感じです。ボタン閉めるとこんな感じ。サイズは L サイズです。やっぱね、クルーネック T の方が長いので、ちょっとこんな感じで出ます。私は中にカッターシャツ着て、このカーディガンをいつもね、着ています。続いてダークグリーンを着てみました。ダークグリーンこんな感じです。非常に色味も落ち着いた感じで、カジュアルビジネスともにね、着れるカーディガンかなというふうに思います。もうこれ店頭でも売ってないのかな？どうでしょうね。一時期めちゃくちゃ置いてありましたけれども。
こんな感じ、L サイズでぴったりな感じです。綿が 74% でポリエステルが 28% という素材になっています。エアリズム UV カットカーディガンご紹介いたしました。続きましては長袖の GU 行きましょうか。こちらです。これはね GU です。 GU は最近ユニクロよりはね使うことは少なくなってますけれども、GU で購入した商品です。これは、メンズのオープンカラーシャツという商品で、ブラック、ポリエステル 74%、 レーヨン 24%、ポリウレタンが 2% で、若干伸縮性はね良くなっているようなね感じのシャツです。こういったオープンカラーシャツっていうのは、まあ、何枚か持っておくと本当ね非常に使い勝手の良いねシャツかなというふうに思います。ユニクロのシャツの評判も高いですけれども、GU もこういったシャツであれば非常に品質の高い、ね、ものを販売しているかなというふうに思います。このシャツもね普通に出かけるときに着ていますけれども、若干こんな感じで、着るとねシワが出てくるのと、あとねこのブラックに限ってかもしれませんけれども、ものすごくホコリが目立ちます。今はそんなにないんですけれども、特にねワンちゃん飼ってる、うちワンちゃん飼ってるんですけれども、家とか猫ちゃん飼ってるような家の方ですと、毛がね速攻でつきますね、こういう感じで。ですので、もう抱いた時にはものすごくつくタイプのシャツだと思ってください。結構私の一つの基準にホコリがねつきにくいかどうかっていうのを非常に最近重要視するようにしてまして、そういう観点からすると結構ねつきやすい部類かなと思います。ホコリがね目立つとね気になっちゃうんですよね。生地感としては若干光沢感がある感じです。すごいシンプルなデザインですので、特に目立つことなく、まあ、さらりとね着れるようなシャツになっているかなというふうに思います。こちらも L サイズです。 L サイズ結構ねゆったりめな作りになってまして、こんな感じで袖丈は非常にぴったりな感じですね。ユニクロ U のクルネック T のロング T の L よりも、丈長い感じですので、このように隠れる感じにはなります。このように襟がありますので若干ドレッシーな感じになりますので、カジュアルカジュアルしすぎなくていいかなというふうに思います。中にカラー T シャツを着て、まあ、このように黒を着るのもいいのかなというふうに思いますね。でボタン閉めるとこんな感じです。いかがでしょうか。ちょっとね他のカラーも揃えてみたくなるような GU のオープンカラーシャツ、値段が1990円となっています。